はい、どうも、ユッキーの巻紙レビュー。今回は、こちらです。ドミンゴの、付属ペーパー。ドミンゴのローリングペーパー。ね、これよくドミンゴシリーズに多分ついてくるやつだと思う。まあ前回リズラオレンジでしたけど、果たしてね、どれほど違うのかっていう、ね、逆に、この検証。どれほど普通の紙は、と違うのか。だって、厚さ大体一緒でしょ？リズラオレンジと多分厚さ一緒なんじゃない？大体。あ、違うか。ちょっと、こっちの方が厚さ薄いな。リズラのオレンジは本当に、めちゃくちゃ厚かったもんね。そう考えると意外と薄い。ちょっと透けてる。ちょっと透けてるね。そしてさらにカット、コーナーカット仕様。カットが、コーナーがカットされてる。パターンのやつ。ね。それでは吸っていきましょう。もしかもパリッとしてる。このパリッと感もいいね。パリッと感。舐めた時にこう、ザラザラっとしないの。パリッとしてる。つるっと滑ってくる。舐めるときに。辛いですね。ちょっと辛い。ちょっとこのなんか辛いぞ。ドラムの味はしっかりしてるんだけど、うん、ドラムの味はするんだけど、何か辛い。鼻につくような、辛さ、辛いっていうか、なんだろう。つんざくような、この、鼻をつんざくような、この、痛みみたいのがありますね。ドラムの味はちゃんと出てるんだけど、ちゃんとするんだよね。そこがやっぱリズラのオレンジと明らかな違うところね。リズラのオレンジは本当に何も味しなかったもん。やっぱ辛いな。なんかこの、辛さあるな。なんだろう、この辛さ。この、辛みの効いたパンチの効いてる。これはちょっと難しいな。やっぱり、痛い。鼻が痛い。なぜかこれを捨てると鼻が痛くなる。これは何でしょうかね。ちょっとあれだな。辛いな。辛いな、ちょっとな、これな。
辛い。これは辛いなぁ。もう辛いとしか言えん。逆にあと特に何もない。それ以外は割と普通なんだけど、辛さがある。巻き髪はちょっとあれだな。なかなかちょっとパンチがあるな。まあ言うてもあれだろう。このパンチを好きなやつはいないだろうな。やっぱ微妙だね、これはね。これ微妙っていうか、あんまよろしくない、これ。なんだろう。この鼻を鼻に通すとすごい痛みがある。鼻に煙を通すとこの痛みが感じるという。これは二つ星ですね。はい。ご視聴ありがとうございました。